はい、皆さんお疲れ様です今回はですねすっかりメジャーな雰囲気になってきた、えー、ロードの油圧ディスクブレーキの問題点っていうのをですねあの私前々から話してますけども実際に動画でですねあのブレーキっていうのがどんな風に動いてるかっていうのを皆さんにご説明するために今回あえて マウンテンバイクのこのブレーキ、これあのお客さんが投げてたあのジャンクなんですけど、このジャンクを使ってですね、油圧ディスクブレーキっていうのはどうやって動いているのか、でそれがですね、こうやって労働用のディスクブレーキの仕組みにしたらですね、ちょっとこれね問題あるんですよ。これはシマノの一番最初に作った油圧ディスクブレーキなんですけど、R785 だったっけかな。で今の最新のこういくつもあるじゃないですか、ジュラー あるっって105その下なんだっけティアグラだっけティアグラまでいうつになったんだっけとあってで他のメーカーもありますけどねでどこのメーカーもこのブラケットの中にギューって詰めちゃってるんで設計にね結構無理があるんですよ。無理がががあるっっってていいいいううのかなな余裕がないって言った方がいいと思うあの一応成り立っちゃえるんだけど無理のある設計になっちゃっててそれが新車として組む時には組めても。 後々維持管理にには困っっちゃう仕組みになっていてでそれを改善する気はメーカーは元ないみたいなのでえ我らえ使う側としてはどうしようかみたいな話をねえ今回はしたいと思います。でそういうのをするにあたってですねどういうふうに動いてるかっていうのを理解しないといけない理解しないといけないっていうのはロードのディスクブレーキを使ってそれをね動画にしようとすると。 あの見えないんですよ内部構造があのカットでもしない限りこのカットモデルかなんかにしない限りは見えないのねあのバラせないバラせないわけよでバラせないし、えー、中が見えないし構造がねどんどん変わってっちゃってますシマロでもこの一番最初期のと今の最新のはね内部構造が仕組みがこう違っちゃってますそれとっ、えー、と取説もどんどん変わってっちゃってるんですよ例えばねこれ これ最初期の製品でで今もですねこれはメーカーのウェブサイトから取説をダウンロードできるんですけどインストールマニュアルをダウンロードできるんですけど最初に発行されていたマニュアルと今発行されているマニュアルが違います。もうバージョンがね5回ぐらい変わってるこれのやつは。で他のやつもバージョンが変わっていっちゃっててインストール方法がもう シマノの推奨しててるインストール方法が変わっっっちゃだか、ね、でどれが正しいのかもわからないでメーカーとしてはこう変えてったってことはよりいい方向に変えてったっていう意味合いなんでしょうけどおそらくより問題がない方向に振ってってると思うんですよね。とオイル交換はしろよってなってるじゃないだけどオイル交換の仕方っていうのはメーカーは全く説明してないんですよ。 何かのおりにメーカーの人に聞くとなんかけ結構あやふやんうんうーってなっちゃって <laughs> <laughs> うーんとか思うんだけどねで一方こっちはどうだったのかっていうとマウンテンの方はね比較的モーターサイクルなんかと同じノリで作業ができるんで全く問題がなかったわけこっちは問題がないのモーターサイクル分かってればで私はねモーターサイクルを10代の頃からやってたんで、えー、10代の頃から 油圧ディスクブレーキってていうのをいじくり回してたんですよ10代の頃ってことは要は40年ぐらい前ね40年ぐらい前からいじってたんで私は油圧ディスクブレーキっていうのに全くあの困らなかったんですよあのマウンテンバイクが油圧になった時でも今度ねロードが油圧になっちゃったら困っちゃった構造が違うインストール方法が最適なインストール方法がわからないそれからリザーバータンクは開けられないんで まあ、いやこういうこういう細かいのはねとにかくこっちを説明していけばわかります油圧ディスクブレーキっていうのがどういう構造で中がどうやって動いてるかっていうのを今回は、えー、動画でご覧いただきますんでそうするとわかるあの口でいくら説明したって動画の威力にはね到底かなわないです是非ご覧くださいでこれはね中古お客さんが散々使ってここでこう変えてポイッてこう投げてったやつなんでおそらく へたっててブレーキパッドもへたってるかなだからこ,うこういう状況で、えー、この辺開けてみてそれからオイル交換とかやってみようかなまあまあ何やるかちょっとこれから考えますけどねまね、あ、とにかく油圧ディスクブレーキっていうのがどんな理屈、えー、で動いてるのかで、えー、中のオイルがどういうふうに動いてるかっていうのを今回ご覧いただきます。で今撮ってるのがこれ1カメねでここに2カメがあって。 この2つのカメラで同時で撮影をやっていろいろ説明していくと分かりやすいと思いますのでご期待ください。こうレバーをこう動かした時にこっちのキャリパーがどういうふうに動いてるのかというのをですねえ見てみましょうか。でこれこうやってやるとブレーキャリバーがこうほんのちょっぴり多く わけですよね。で、えー、パッドスペーサーを取っていますね。本当はこれやっちゃダメですよ。やっちゃダメなんですけど、これパッドスペーサーをこれを取りました。これを取っちゃって握ると、えー、ピストンがね入っていっちゃいます。で、ピストンが動くのを見てください。こうこう動くね。で、これでセルフアライメントですからどん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 ね、えー、ピストンが押し出されていっちゃいます。 ピストンが押し出されていっちゃうってことはどん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 キャリパーの方がここがあのもうパッドスペーサーが入らないぐらいにこう縮んでいっちゃうんですけど縮んでいっちゃうってことは要はねこっちのオイルがどんどんこう減ってってます。ーーよいしょ。 こうやってやってこのキャップを取るとこの下にあるのがこれがねダイヤフラムというやつですこれねこうやってペコペコ,ペコペコペコになるのねで普通これあの今ですねピストンを出し気味にしちゃってるんでこうやってやってもオイルが出ないんですよ本当はこれ,これこうやってやるともうオイルがじわっとこう出るはずなんですけどねでこれを剥がすと オイルが溜まってる。いいしょ。こうやってオイルが溜まってる。で本当はねここがもっといっぱいあるはずです。いっぱいあってで色はですねお約束のこの色ですねシマノの純正のえミネラルオイルの色のはずなんですけど。えー これは何かドブの水みたいな感じになっちゃってますけどねこれはもう交換時期を過ぎてるなという感じですねそれとあの汚れがなんか黒い汚れがあるのわかりますかこういうね汚れがねどっからくるのかよく知らないんですけどまあまあ,あのこうやって汚れてますで このタイプはですね、ここに上下をつけて、それでオイル交換をしろというタイプなんですけどもね、だからここにこう、上下がこうつくわけですよ。これでオイル交換しなさいねっていうふうな仕様なんですけども、私はですね、ここの蓋をこう、パカッと開けて、ダイヤフラム取って、それでオイル交換をした方がいいと思います。なんでかっていうと、この中の状況がよくわかるのと、この中も掃除ができる。 っていことですかね。あの常温でやっちゃうとここが汚れてるかどうかなんて分かんないですからね。うんだからそういうのもあって私はこうやって外して、えー、オイル交換をするのがいいと、えー、考えてます。そうすると状況もわかりますからね。何がどうなっているかっていうのもよく分かってそっちの方がいいと思うんですけども。うんだけども、えー、今ロード系のブレーキの仕組みでこういうふうにですねこうこう開けられるのは私が知る限りスラムしかないですね。 スラムはブラケットのところをこうやって開けられるようになっててダイヤフラムも何もこう分かるんですけどねでこうダイヤフラムがこうついててでこう柔らかいゴムでできてるでしょこれがでオイルが減っていくとこれダイヤフラムがねへっこんでいくんですよそれでえパッドを交換してピストンを戻すとこれがグッとぐっと通常の位置までこう来る。 そしてまたパッドが減っていくとこういくとこの繰り返しになるはずなんですよそうそういう仕組みになってるんですでそれは、えー、モーターサイクルも何も一生なんですけどねそれで事故、えー、なんかでこうオイル交換やっちゃいますとこのダイヤフラムがねこう綺麗に整ってるかどうかは分かんないんですあのピストンがずっと出てっちゃうとこれ潰れちゃうんで潰れちゃって えとオイル交換しても潰れたままになっている可能性っていうのがあるんですよこうこうあの変なふうにこうやってへこんじゃってるとかねこんなふうになっちゃってるとかこういうふうになったらままあ、インストールが完了してしまう可能性があるんですよだそういうのもあって私はこうやってダイヤフラムを一旦外してそれでクリーニングとかしてで形を整えてそれで、えー、オイル交換を終えるのが妥当だと思うんですけど、えー、現在の,あのシマノの。 あの仕組みだとそれができないという状態になってますね。今オイルがこのくらい入ってますよね。これでピストンを戻してやるとどうなるかっていうのをちょっと見てもらいましょうか？えっとピストンを戻すとオイルが戻ってきますよ。じゃあ行きますよ。 ちょっとピュっていっちゃったなちょっとうまくないですね空気が空気かんじゃいましたねこういうのもねそーっとやると平気なんですよあのサッサッサッとやっちゃうとエアを噛んじゃったりとかするんですけどもねこういうのはゆっくりやると。 ゆっくりやってこの工具を離す時にもゆっくりやってやれば空気かまないとこの状態でパッドスペーサーを戻せるかなパッドスペーサーを入れてみましょうかこれでいいかなで動きはどうかな あやばいなオイルがオイルが減りすぎちゃってマスターシンダーの方に行っちゃいそうですけどねうんとまあこ,こういうふうにオイルっていうのは動いていますでここのですねリザーバータンクがこうやって開けられるタイプは今何がどうなってるかというのが分かるんですよだけどロードタイプはここが見えないんで 自分が何をやってるのかがさっぱりわからないということになりますね。それじゃあですねあのせっかくなんでキャリパーの方から新しいオイルを入れてってみます。えっとそれではですねブリードニップルを開けてよこのくらいかな。 それでオイルを入れてきます。あ、ここ今気泡が来てますね。気泡が来てるんでちょっと待ってあげて。それで上にこ,こっちにですね。綺麗なオイルが来るとここがピンク色になります。それまであのオイルをどんどん足していくんですけど、こっち当然溢れちゃいますんで、吸い出しながら行くというやり方を今回やってみせますね。じゃ行きます。 ほらオイルがどんどんん増えていってっるでしょここで一回吸いますね汚いオイルを吸うでこの時に端っこの方にこう吸い口を持っていくと汚れがあの隅っこの方にね汚れが溜まってますんで隅っこの方の汚れをこう取ってやるでオイルを足す。 中斜機離す時に少し戻りますんでそーっとそーっと離してやるでここがもうピンクっぽくなってきてるでしょ、ね、あの昔の,あの前の汚れたオイルと新しいオイルが今混ざってるようでだ次を押すとおそらくかなりあのいい感じのピンクになるはずですね ここにエアがあるな。ここにエアがあるんで。ちょいとここの。空気を。この空気を。おい。おい。上にけ。よしよし。よし。これでもう一発押してやりますね。 シュウって言ったな。優勝。もう一回押してやるか。優勝、優勝。うわなんか空気きてますね。でここで一旦閉めてみよう。閉めてみる。と 動きはどうかなお動きがね動きが今完璧ですでオイルの色もあのかなりピンクでしょだからまあこれでいいかなって感じあの完璧目指すんだったらもうちょっとやるかみたいなもうちょっとやりましょうかせっかくですからねで こう押しながら注射器を押しながらシリンジを押しながらここを開けるそれでこう入れてってよいしょおそらくこれで完璧うんいい感じパーフェクト,ェクトですよこれで。 ね、というふうになってます。だからこうやってリザーバータンクがん開けられればオイル交換が簡単と簡単っていうか確実確実だしあのー、施工してる側も施工っていうのは作業をしてる側も安心して作業ができます。でここ。えー ブリードニップルがしっかり閉まっているのを確認して、えっとね、この状態でしたらもう、えー、クリーニングした、うん、こいつをそーっとこうかけてやるかけてやっていいかな。 うん、このくらいあれば大丈夫かなああ。ちょっと不幸か。もうちょいオイル入れましょうかね。溢れるぐらいにやるんだから、このくらいかな。このくらいにしてやって、で、こいつをかぶせて、ね、これがきれいに整ってるのを確認してかぶしてやって、で、こう少しこぼれるでしょこぼれたぐらいにしてやって、で、 カバーをかぶせてでここ少しもう溢れちゃいましたんで、あのー、不安があるようでしたらシリンジを持ってきてこうねシリンジ持ってきてここに少し垂らしてやるよよよ こうかなこれでよいしょとねまあここはそんなにトルクがいらないですからねあとは全体を掃除してやってオイル交換の時期っていうのは 島のサイドの説明ではねこう開けた時にあのピンク色が全くなくなってあの汚れてきたら交換っていうのは一つの目安ですよって言ってるんですよまあそれはあくまで一つの目安それからね握ってる感じが変わってきますだんだんあのだるくなってくるっていうかで今オイル交換をしてオイルが全く新しい状態になったでしょ全く新しい状態になるとこうだからそ,そこでもあの判断が できますけども、ねでえー、いやだるいかだるくないかが判断できないよっていうのはそれはね一回オイル交換を適切にやってみると判断がつきますあの適切な状態を知れば不適切な状態っていうのが分かるわけですから不適,切あの適切な状態が分かってないのに不適切かどうかなんて判断ができないですよね。こうかな。でこれでパーツクリーナーを使ってねきちんと。あの 完全にクリーニングを行ううということですね、はい、これであのインストールが完了してですねここパシッとこうきてるんですけどきてってこれでここの,あのインストールの時に使う黄色いブロックを外して元のパッドか元のパッドをこう入れてやればえ完了まああとは確認作業をやって完了なんですけども。 えっとね、注意しなきゃいけないのがパッドの交換時期とオイルの交換時期が同時とは限らないわけですよね。でオイルだけ交換してパッドを交換しないでいるとどういうことになるかっていうとこのブロックを使って、えー、インストールをしたっていうことはオイルの量っていうのはパッドが新品の時のオイルの量がセッティングされるわけですよ。 パッドが新品の時の厚みの量でオイルが設定されるそこに古いパッドを入れるとこれパッドを入れてブレーキレバーを何回かにぎにぎ,ぎするとですねもうピストンが出てきちゃいますピストンが出てくるっていうことはここのマスターシリンダーのオイルの量が今オイルを入れたばっかりのにもう減っちゃうわけ、ね、でそれでいいのかっていうといいんですよいいんですけど問題は オイルが足んないって言ってそこでまた足しちゃうとどういうことになるかっていうと次パッドを新品に交換した時にピスト戻しますわねピスト戻す時にグッとやってダイヤフラムがブシャッとこういくあのロードのマスターシリンダーがね何度も言うように分解ができない見えないっていう状態なんですよそれでそこから漏らしちゃうっていう事故が起きてますで どうしよううもなくなくっっててに持ち込まれるるいうのがポ、ね、ポロポロあるんですよよそでやったとか自分でやったとかで壊しちゃう人がいてそうなると <laughs> そういうのはどういう処理になるんでしょうねやり方が間違ってやり方が間違ってるんだけど分かりにくいで昔の方式モーターサイクルなんかと同じ方式だった頃っていうのはここを開けられたんでそういうトラブルなかったんですよ。今は見えなくなくっっっっちちゃゃたんでトラブっちゃってる でしかも油圧ディスクに慣れてない人が大勢いるんで,でショップも慣れてないんでドタバタになってますねだからロードの油圧のこのブレーキっていうのは私はさっさとリザーバータンクをですねこう内側かなんかにポコッとつけてそれでダイヤフラムもリザーバータンクも全部見えるようにしてくんないと今後もトラブルは続くなと。で今後とも、えー、いじるメカニックは不安だらけで作業と。 不安なままお客さんにこう自転車を渡さなきゃいけないとかってねそういう事態が続いちゃうんで私は決してこの健全な状態だとは思いません <laughs> じゃあどうしたらいいのかっていうとできる人はいいんですよ。できる人はいいんだけどよく分かってない人はもうプロに任す <laughs> プロに任すってねでプロがまた分かってないプロっていうのはいわゆる自転車屋さんで知らない人が多い。 で自転車屋さんねあのきちんと回ってる自転車屋さんって忙しいんですよ忙しくてじっくり作業できないの,であのうちもそこそこ忙しいんですけどうちの場合は新車を売るとかそういう行為をやってないんでだから私の仕事のやり方っていうのはね、えっと、どんどん仕事をこう減らしてるんですよ。 どどんどん減らす、うん、あれもなくすこれもなくすそっちもなくすっていうことをやって自分のやるべきことに集中しようっていう考えなんですねでその集中しようの一つがうこ,うこういう、まあ、油圧ディスクなら油圧ディスクなんかをきちんとインストールする方法を考えてそれをみんなに提唱してそれを実施をこう続けていく実行していくっていうのをやっていこうと思ってるんですけど油圧あのロードの油圧ディスクに関してはほとほど困ってます見えない。 で構造が変わっちゃうで構造がうんまあ少しは公開されてるんですけど完全な公開がされてないな内部の構造がねあのカットモデルかなんかを公開してくれるかなんかしてみないとよくわかんないオイルの流れとかがよくわかんないあとは島野なんかは取説が変わってっちゃうんだけどその変わってった理由なんかも教えてはくれないわけよな,なんで変わったのか。よより確実ににインストールできるように うん、トリセツを変えてってるんだろうけれどじゃあ前のトリセツでインストールしちゃったのどうすんのとかさ当然あるわけじゃんだってメーカーが推奨してるインストール方法をこっちはやってたりとかするんだけどそれがいまいちだったってことになるわけじゃんでいまいちだった理由っていうのを公開してほしいんだけどそこをメー,カーメーカーは公開してくれないしこっちがど,どういうふうな対応を取っていいのかっていうのは考えてそれからこう触ってみてとかっていうことになっちゃってるんだよね。だからそういうういのをじっっくり考えられるかっていうと 私はよく考えようっていう気でいるんだけど、うん、よその自転車さんは考える余裕があるのかっていうとなかなか取れないような気がしますだから私はぜひともこのねロードの油圧ディスクブレーキもモーターサイクルと同じような構造にしてきちんとインストールなり維持管理なんかをお客さんにあの自信を持って提供できるような、えー、そういう体制にしてほしいなと思っております。島野さんよろしくね